君のまぶたがよく見える。これなんやっけ、これ掲示板。あ、もうなんか書いてあるよ。あ、ゴッドイケメン男さんのお誕生日が3月27日やねんて。年に一度の大切な日を。うん、まあ、32歳おめでとうって言われるのがちょっと嫌やけど。お、ここ掲示板ではみんなへのお知らせや暮らしに役立つ情報をお知らせしていく。で、島の皆さんにはもちろん、島に遊びに来た皆さんにも自由に書き込みして。あ、え、何、じゃあ書き込めるってこと、これも。あ、書き込めるやん。できた。あなたが食べ残したそのパセリを食べれずに死んでいく子供たちがいるんだな、もう。だいぶ重いやろ。これ毎日これで重いこと書いてあるから。楽しいハッピーな無人島生活とかそれ言わせへん、一切。悪いけど俺は、お前たちが今楽観視しているその生命は、誰かが欲しかった、誰かが失った今日なのかもしれない。毎日コンコンと。いや。何こいつ。多分もう正真正銘のバカって感じだったな。ああ、ちゃうわ、俺掲示板で今日の表を書かなあかんから。できた。とかくニューヨークが好きでもないのに I love ニューヨークみたいな服着るな。俺ね、僕がいわゆるもう3月22日にぴったりのね、何かなんとかラブニューヨークね、語呂だけで考えてしまう人いるからね。まあやっぱよろしくないね。することがないんで、じゃあ俺今日の表を書いとくかな。もう23日の表を書いときます、僕。じゃあこれはね、何書くとか考えんと書くのがプロのアーティストやからな。みんな画面いっぱいにこう書いていくっていうのが大事やね。これ今ほら、なんかもう何か見えて、あ、何書いてんねん、何書いてんねんって思うやろ。俺もわからん。え、ごめん、わからん、俺も。できた。エジプトのここ好き。なんて言ったっけ、これ。これなんかわからへんけど、なんかここ好きじゃない。エジプトのここめっちゃ好きや。頑張ってほしいと思うやろ、ここを見たら。思わへん。これ調べてみ、みんな。世界地図見て、エジプトのあ、こ見てみ、頑張ってほしいと思うから、そこだけはなんとか持ちこたえてくれって。何したらええねん、何できんねん。よし、じゃあ早速やれることやっていきましょう。本日も標語をね、書かなきゃいけませんので。ね、今私の胸見たでしょう。そうですね、完成。ね、これを、世の中の女性はこれを言われれば許してあげてくださいね。で、世の中の男性はあれを言って許してもらってください。まあ、見たでしょうっていうかな、自分が見せてるんやからっていう場合もあるけどね。時たまさん、そんなさ、別にそれ乳首をペペペペペペペ出したやつはいい日ないやねこれ。ほんで何よこんないっぱい。じゃあ今日も評価書きますか。今日は早く書いていかないとね、40分しかないから、時間は。できた。時にもしかしたら嫌われてるかもと思う人、大丈夫、そういう時は大体嫌われているだもよ。ある、たまにあるでしょ。え、もしかして俺ってあいつに嫌われて、大丈夫、嫌われているだもよ。本日はなんと皆さん見てください。3月の27日金曜日、夜と言いますかね、まあ、なったばかり、27日なったばかり、3時40分でございますね。まあ本日はね、幸か不幸か私誕生日ということで、でして、もしかすると、誕生日ならではのなんかがもらえるかもしれないというね、そういう期待感をに胸を抱かせながら、残り1時間20分ぐらいでしょうかね、歩く作業をしながら、1時間20分後にまた誕生日を迎えたいなと思いますね。んっしゃ、今日も書きますか、掲示板ね。できた。君の誕生した今日という日は、誰かが苦しんで死んでいった命日だな、も。ありがとうございます。心に刻んでいきます。シュッ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 。あ、ちょっとごめん、忘れた。これ書かなあかんねや。なあ、せやせや、28日が俺偉いな。でもちゃんとさ、書けてんじゃん、21日からこれなあ。あ、かけてへんわ。浮かれるな、バファリンルナ。完成や。それが完成やね、もしかしたら。まあ彼らに言ってるんだけどね、浮かれるな、バファリンルナってことでね。頭が痛いってことね。でや、ここで
これね、実は29日にこれ書いてたんですよ。あのグーとチョキはいいとしてパーの理解が及ばないっていうね、あのそういうものを書きました。これなんかあのグーチョキパーっていうのがあってね、こう人差し指の右の人ね、人差し指のところと親指がチョキなんでしょ。で、それあと3つはグーで、パーがなんか手のひらやみたいなね、その説明が意味わからないっていうことだったんですけれども、まあ今回もじゃあ一応これ4月1日ってことにしといた方がいいかな。できた。パスタを頼んでこういうタイプの方が出てきたらちょっと引くだな、もう、ね、短いなんかね、うわからネジみたいなやつね、ちょっと鬱陶しいな思うんですけど、よっしゃ、じゃあ、まず日変わるまでにね、書いておきましょうか、掲示板をね。今日は、4月の2日分ですね。できた。君が食べたファミチキにされた鳥にも家族がいたよ。噛み締めてください。いろんな意味でね。よっしゃ。じゃあ今日はレモン専務ね。レモン専務、あ、そう、レモン専務、全然ここ書いてないのよ。最近、書いてないのさ。だから、ちょっと今日は書く。ん？なんか追加されてない？え、俺こんなん見てなかったんけど。釣り大会のお知らせやって。皆さん、4月11日土曜日は釣り大会です。たくさん魚を釣り上げると商品がもらえるんですって。お気軽に。あーそう、静江さんいいね。4月5日、え、だから11日ってことやな、だから3日後ってことやな。3日後、え、そんなお前言われてもな、3日後の予定なんか俺分からへんど。ま、とにかく今日の標語を書きましょうか。ええ、できた。お金がなくてもナスビはうまい。その通りです。いいこと言いますね。やっぱりレモン専務のね、いう言葉っていうのは重みがあるでしょう。お金を持ってるんです、彼は。お金を持ってるけど、お金はなくてナスビがうまい。それをひねり出したがために、およそ15分を費やす。これがね、レモン専務のやり方なんです。あっか、また忘れるとこやった。ちょ、忘れんうちにこう書いとかへんかったらさ、だいぶ2日ぐらい俺抜けてるやろ。今日はだから、12日やから、もう3日分。そうやな、3日分やもんな、ほんまは。できた。ありがとうと一番言いたい時こそ、もう相手はいないだもよ。すいません、もうすぐ重なりましたけど、なんか人は失った時に初めてその切なさ、必要であったところに気づくっていうことなんじゃな、いうことなんじゃよな。そのおばあちゃんがな、今いい話してここに帰ってきた時にな、もうそのなんか素っ気なく店閉めようとしてるやろな。タヌキやのに目元はクマか。ん、せやな、うん、せやん。くー、目閉じて、ほら見て、ほら塗ってしまおうか、ほんま。もう、あ、そういや、これね、あのこれ忘れてますよって。これな、何で忘れてるんですか。忘れてるんじゃないんですよ、おじさんはね。これめんどくさいなと思ってね、考えるのすごい時間かかってね、やめちゃったりしたんだよね。だけど今日はちょっとじゃあ、頑張って書いてみようか。できた。それはジーパンが縮んだんじゃなく、君が太っただけだもよ。ね、何も産まないでしょ。またやいねえに言われんだろうな、これ。違う、失礼ですよ、岩井さん。それは失礼ですよって言われたことないけどラッスン、ご礼来て、なんですの。何やったんやろな、ほんで。あの神風のごとく吹き去っていた。ラッスンご礼来とは一体。これ、桃田直樹さんあたりから本出えへんかな。ラッスンご礼、新、ラッスンご礼来論、みたいな。そういう、あ、待って。なんか、この、これで、これの新しいんちゃん。うわ、ほんでここに来たってこと、俺また書かなあかんちゃん、これ。リニューアルオープンのお知らせだと、本日、たぬき商店がリニューアルオープンしました。これさ、あれか、アップデートが来たからってことなんか、だからなんかな、ちょっとよくわからないですけれども。じゃあもうここ開いちゃったんでね、やるしかないね。できた。夢は見て、そして覚めるものだもよ。な、やらん方がええやろ。ちょっとさ、おじさん、これ考えるのにどんだけ時間かかってんのさ。びっくりするぐらい時間かかるよね、こっち一つ考えるだけで。考えれば考えるほど病んでくるんだよね、こっちが。